皆さんおはようございます。地平線ニュースです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回のテーマは、美智子様から雅子様へ土下座要請に天皇陛下激怒新年一般参画できん礼で対抗され、両家の関係は過去最悪の状態に。さて、平成皇室報道の要請。現在、 多くの日本国民が近所陛下と雅子様を尊敬し、天皇が国民のことを思い、国民が天皇を尊敬するという望ましい状態が実現していますが、こうした状態にたどり着くまでの道は平坦ではありませんでした。多くの方がご存知のように、平成の時代には、激しい雅子様バッシングがなされると同時に、マスコミは、こぞって道子様を慈愛の皇后として深刻化する報道を繰り返していたのです。 現在でこそ多くの国民が真実に目覚め、深刻化された道子様のイメージは虚構でしかなかったことを知っているのですが、そうなったのもネットメディアが力をつけ、マスメディアによる情報管理の中央集権的な支配が打破された結果に他なりません。また、このように、まさ様が不当なバッシングを受け、貶められると同時に、道子様が深刻化された時代というのは、両家の対立が深まっていた時代でもあります。 人格否定発言に至った経緯。2017年に配信された朝日新聞デジタルの記事では、かの有名な人格否定発言に至るまでに平成皇室が直面していたトラブルについて、次のように報じています。愛子様が天皇、皇后両陛下と会う機会をもっと作っていただきたい。宮内庁トップのハケタ慎吾長官、当時が、が皇太子様にそんな趣旨の発言をしたのは、 2008年2月の定例会見の席上だった。発端は、天皇陛下の06年12月の誕生日会見。陛下は、幼稚園に入園した愛子様が風邪をひくことが多く会う機会が少ないことを残念なこととし、いずれは会う機会も増えて、打ち解けて話をするようになることを楽しみにしています、と述べた。皇太子様は翌07年2月の誕生日会見で、 両陛下とお会いする機会を作っていきたいと依られたが、その後も対面回数は増えず、はけた長官が、発言なされたからには実行を伴っていただきたい、と苦言ともとれる指摘をした。親子でありながら、当人同士ではなく、宮内庁を通じてやりとりをする。異様な事態だった、と宮内庁関係者は振り返る。同様の事態は、04年5月の皇太子様の人格否定発言にも見られた。 政子様が前年末に体調方針、体調方針で入院し、長期にわたる適応障害での療養に入っていた背景について、政子のキャリアやそのことに基づいた人格を否定するような動きがあったことも事実などと発言した。皇太子様のご発言に陛下は戸惑いの心境を文書で表明。双方の事務方も見解を表明し合う事態となりました。これに対し、陛下は、 初めて聞く内容まだ十分に理解しきれぬところがあるなどと戸惑う心境を文書で表明した。事務方である宮内庁長官や東宮太夫も互いの見解を会見で主張し合う状況が続いた。雅子様は皇后様と同様、民間から皇室に入り、皇室の伝統やしきたりに溶け込むのに苦労したとされる。皇位継承権のある男子を産まなくては、という重圧、皇室行事で、 自分が必要とされていないと感じる場面があって自信を失った、など様々な要因があったとされる。陛下は皇太子時代にはお子様とざれる姿がメディアでも多く報じられ、マイホーム型理想の家族と言われたが、この頃は両陛下と皇太子家の関係が、どこかぎくしゃくしているように報じられることが多くなった。元宮内庁職員で皇室ジャーナリストの山下真二氏は、 皇室特有の組織体制が影響していると指摘する。宮内庁では両陛下を支える自住職、皇太子家に使える東宮職と組織が分かれる。住まいも両陛下が皇居御所、皇太子家が東京元赤坂の東宮御所と分かれ、意思疎通がうまくできていなかったという。道子様を一般参が出勤に。この時期は、多くの国民がこれまでにないほど、 皇室内での皇族方の対立が深まった時期であると記憶していることと思いますが、実は現在、天皇皇后両陛下と上皇ご夫妻との関係は、この時期に勝るとも劣らないほどに、深刻な状況にあるそうです。きっかけは、先月11月30日に、秋篠宮殿下がお誕生日の報告のため、天皇皇后両陛下のもとを訪れた際に、雅子さまが殿下との面会を拒否されたことでした。 この日、殿下からの挨拶を、両陛下の後回しにされたことにストレスを感じておられた道子様は、この雅子様の面会拒否に激怒され、雅子なんて、所詮中継ぎ皇后じゃない、などと絶叫されたそうです。おそらく、道子様の中では、女子のお子様しか産むことのできなかった近城陛下と雅子様は、中継ぎの天皇家であり、男子である久人様のいる秋篠宮家こそが、 天皇家の本流であると考えておられるのでしょう。まあ、このようにお考えになられるのは道子様のご勝手ではあるのですが、問題なのは、この翌日に、なんと宮内庁の職員を通じて、雅子様に謝罪に来るよう要請されたようなのです。はっきりとは明言されていなかったのですが、どうやら、自分からの許しを得たいのであれば、今すぐ戦闘御所に来て、 土下座して謝罪するようにというような内容だったようです。ただ、このことを知られた天皇陛下は、激怒され、雅子さまに対して、謝罪する必要はないと伝えられると同時に、宮内庁に対して、来年の新年一般参賀で道子さまを出勤にするよう指示されたようです。道子さまは、一般参賀の参加を大変楽しみにされていたようですから、雅子さまからの謝罪拒否に加えて、陛下から出禁令が出されたことで、 大変憤慨されることは間違いありません。両家の対立は、これまでになく深まっており、宮内庁の内部でも緊張感が漂っているようです。皆さんは、美智子様からの圧力に屈せず、雅子様を守り抜こうとされる陛下のこうした断固とした姿勢について、どう思いますかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。天皇陛下の皇后陛下に対する深い愛情を感じます。 ご結婚の時にプロポーズの言葉としてご実談となった、全力でお守りします、とはこのことだったのですね。素晴らしい。天皇陛下様、よくぞおっしゃってくださいました。たとえ、ご自分の母親であっても間違っていればビシッと線引きされますこと素晴らしい、目に余る発言に喝を入れてくださり、政子様をお守りになられてお見事です。また、土下座要求ですか英国葬儀ごと同じ、 お好きですね。古い頭はカビだらけですね。天皇陛下の力強いご発言は最近の未適子騒動の疲れから親友されます。雅子様さまご自愛ください。お正月の一般参賀を出勤にしたというのは、本当ならば喜ばしいことだと思います。時代は令和ですから、それが当然かと。出勤を伝えるために四年五年という月日を要するほど、我が強い相手なのだろう。 ただ、もっちゃんに強くお願いしたい。皇后陛下が秋篠宮殿下の挨拶を拒否したという表現はやめていただきたい。皇后陛下が拒否をするとは思えない。大きな予定の準備があるから優先度を鑑みて今のタイミングは困るという判断のはず。それを拒否という表現は礼遇に聞こえる。礼遇ではないはずだから。皇后陛下の人格を思えば国民はすぐにわかる。 もっと最適な表現をお願いしたい。一般参賀にサラさんが参加せずとも一向に構いません。ぜひその方向で調整してください。令和の金城天皇、皇后一家と素敵な三宅の方々でよろしいかと。もちろん英三宅以外の三宅で。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。 もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。2022年7月8日に安倍総理が銃撃される事件が起こり、それをきっかけに旧世界平和統一家庭連合に多くの批判が寄せられています。そんな中、天皇家も世界平和統一家庭連合との関係かあったという情報があるのですが、一体どういうことなのでしょうか 今回は、そのことについて、解説していきます。さて、最近では、真子さんが大山根津の名神寺教会というカルト教団に入信しているのでは、という噂が話題になっていましたが、上皇后美智子様も、統一教会と関わりを持っておられたことが、週刊誌、女性自身によって暴露されてしまったようです。現在の世界平和統一家庭連合中黒級統一教会の関連団体である、 リトルエンジェルス芸術団のホームページには、当時、皇太子中黒皇太子妃であった上皇ご夫妻が、統一教会の関連団体のイベントに訪れている様子が掲載されています。このリトルエンジェルス芸術団は、1962年に統一教会の創始者である文鮮明氏によって作られ、小中学校の女子児童中黒生徒らによる舞踏公講演などを世界各地で行っています。しかし、当時、 上皇ご夫妻や宮内庁は、リトルエンジェルスがどういった団体なのか知らなかったようです。そこに付け込まれたのか、リトルエンジェルスのホームページには、上皇ご夫妻の写真が堂々と掲載され、統一協会は世界的な VIP とのつながりをアピールしています。さらに、上皇ご夫妻の恩人ともいえる岸信介氏は、統一協会の創始者である文鮮明氏と信仰があり、 統一協会が日本で活動するためのサポートを行ってきたと言われています。統一協会と自民党との起点となった岸氏は、首相として皇室会議の議長を務めていたこともありました。皇室担当の記者は、上皇ご夫妻と岸氏の関係について、上皇様と平民出身の道子様とのご結婚には、皇族の中からも反対する声が上がりました。そうした状況で、 お二人のご結婚を進めたのが岸氏でしたから、ご夫妻は岸氏に好印象を抱かれていたそうなのです。日韓国交正常化から5年ほど経った1971年当時に、韓国の子供たちとのご交流ということで、岸氏側からご臨席願いが寄せられたのであれば、ご夫妻にはお断りになる理由はなかったと思います。と話しており、上皇ご夫妻は統一教会関連のイベントに岸氏から誘われたため、 断るのが難しかったのかもしれません。また、ある宮内庁関係者は、もしその当時に、教団への多額の献金が原因で家庭が崩壊した人々の存在を上皇ご夫妻、宮内庁が知るようなことがあったならば、お二人は強く心を痛められたでしょうし、講演五輪席は実現しなかったでしょう。現実に、1970年代半ばには、 統一教会による大学での布教活動や霊感商法がメディアに取り上げられるようになりました。それ以降、皇室は一切教団関連団体と関わってたことはありません、と話しています。しかし、統一教会の言い伝えでは、教典である原理公論が道子用に手渡されていると言われているようで、今現在関係性を断っているとは言っても、統一教会による何らかの影響は皇室に残っているようです。 マコさんもカルト教団に入信したと言われており、ますます日本の皇室がカルト教団に関わっていくようなことがあれば、日本の皇室は敬愛を得るどころではなくなってしまうことでしょう。では、続いての記事に移ります。秋篠宮家が国民から強い批判を受けるきっかけとも言える秋篠宮家のマコさんと小室圭さんの結婚。足し原因となったのは小室圭さんの母親である小室佳代さんの金銭トラブルでした。 その小室佳代さんは、元婚約者との金銭トラブルで批判を受けていましたが、今度は1600万円の返金要求を以前同棲していた男性にしているというのです。一体どういうことなのでしょうかこのことについて、一部引用しながら紹介していきます。ぜひ、コメント欄にあなたの感想を記載してください。週刊文春の報道によると、以前同棲していた男性に対し、 約1600万円の返金を要求しているということです。その物言いの度合いがかなりきつかったようで、耐えかねた男性は警察に駆け込んだようですと、直近の小室佳代さんの様子についてある皇室ジャーナリストは話しています。小室佳代さんといえば、約400万円の借金トラブルで注目を集めていましたが、今回の男性は、元婚約者というわけではないようです。相手は、 今から20年ほど前に交際していた男性で、アクセサリーなどを作る仕事をしているようです。現在は、70代半ばで、今年の春頃に再び小室佳代さんと親密な関係になったようです。しかし、その後に破局。佳代さんは、交際期間中にその男性のために使った生活費などに遺写料を加えた1600万円を要求しているとのことです。小室佳代さんは、 金銭トラブルを多く起こしており、労災をめぐって揉めていたこともありました。勤務先との契約も切れてしまった今、小室かよさんは金銭的に困窮しているようです。区内庁関係者は、収入源を断たれたかよさんは将来への不安が大きく、返金を求めたのでしょう。本人の考えははっきりしませんが、ある程度、無理があることは自覚しているのではないでしょうか。 それでもしつこく返済を迫ったのが事実だとするなら、相当金銭的に切迫している可能性があります、と話します。400万円の借金トラブルの際には、解決金400万円を支払うことで、事態は解決しました。その金銭トラブルの際には、マコさんが助け舟を出していましたが、果たして今回の金銭トラブルに、ニューヨークにいる個室夫妻は助け舟を出すのでしょうか。こうした問題は、 秋篠宮ご夫妻の評判にも悪影響を与えているようです。では、続いての記事に移ります。先日、亡くなられたエリザベス女王と皇室の交流について紹介していきます。ぜひ、コメント欄にあなたの感想を記載してください。9月19日、ロンドンのウェストミンスター寺院で執り行われたエリザベス女王の国葬に、天皇皇后両陛下や各国の元首らが参列し、 国内外問わず愛されていた君主に敬意が示されました。約150年にも上る友好関係を築いてきた英国の王室と日本の皇室。ダイヤモンド中黒ジュビリーで、上皇ご夫妻が英国を訪問した際の出来事は、多くの人にとって印象的なものとなっているかもしれません。ダイヤモンド中黒ジュビリーという、エリザベス女王即位60周年の記念日では、当時、天皇、皇后であった上皇様、 上皇后様のほか、多くの王族が駆けつけ、女王の意向ともなりました。ダイヤモンド中黒ジュビリーは、今から10年前の2012年5月に祝われましたが、その年の2月には、上皇様が心臓の冠動脈バイパス手術を受けられ、4月に公務へ復帰されたばかりでした。おそらく、まだ上皇様のご体調が万全な状態とは言い難い中でも参加となったことでしょう。 ダイヤモンド中黒ジュビリーでは、女王主催のご参会が、ロンドン郊外のウィンサカズキで開かれました。ご参会の会場には、十二人掛けの円形テープルが配され、各テーブルにホスト役の英王族が一人つき、各国の君主中黒王族への接遇に当たっていたのですが、上皇ご夫妻にはメインとなる女王と福ンフィリップ殿下のテーブルが割り当てられ、エリザベス女王からの心配りが見られました。 御参会前の写真撮影では、女王を中心に各国君主が在位年数の長い順に着席したにもかかわらず、御参会では女王の左隣という二番手の定席を与えられました。おそらく、そうした心配りの背景には、体調が万全な状態ではないにもかかわらず、英国を訪問された上皇ご夫妻への感謝や、王室と皇室が長年育んできた両国友好への敬意があったのでしょう。 英国滞在の最終日、上皇様はご自身の初放映の日を振り返られ、次のように話しておられました。ほぼ60年前、英国の対日感情が決して良好とは言えなかった時代に、昭和天皇の名代として大冠式に参列した私には、今日まで日英間に結ばれてきた強い絆に深い感慨を覚えます。これは一えに皆さん方在留法人が、 英国の人々と共にたゆみなく相互理解と友好を培ってきた努力の現れと思います。時代の流れに合わせて、皇室や王室のあり方は変わっていくかもしれませんが、長年にわたる信頼関係を築いてきた皇室と王室の友好関係は、これからも続いていくことでしょう。では、続いての記事に移ります。先日行われたエリザベス女王の国葬に参列された天皇皇后両陛下。 しかし、秋篠宮ご夫妻は参列されませんでした。今回は、秋篠宮ご夫妻がエリザベス女王の国葬に出席できなかったわけが話題になっています。一体どういうことなのでしょうか。その内容をお伝えしていきます。9月8日に、エリザベス女王が96歳で亡くなられました。そのことを受け、文書にて上皇ご夫妻はお気持ちを表明され、 天皇皇后両陛下はエリザベス女王の国葬に出席されました。天皇皇后両陛下がエリザベス女王の国葬に招待され、出席したことについてネット上では、このような外交ができるのは皇室でも両陛下をはじめ、限られた方々。今回、両陛下に言っていただいたのは本当に良かった。他国の参列された方々を見ても、両陛下が適任だったと思います。 天皇皇后両陛下がエリザベス葬儀に出席され、最高に良かったと思います。通訳なしの皇室外交も素晴らしいですが、お二人の謙虚で真摯なお人柄が周りの人々を安心されなごませるのだと思います。令和時代が長く続き、愛子さまに好意継承されますことを願います。天皇皇后両陛下が国際交流において素晴らしい立ち居振る舞いで、 相手の信頼を得られることを確信していられることが日本人としての救い。両陛下の存在は日本人にとって本当に頼もしいものです。皇室不要という方もいますが私はそうは思いません。令和の世が末長く続きますように。そしてどうか長詞の愛子様が未来の日本をお守りくださいますように。といったコメントが多く見られました。一方で、次のような声も上がっていました。 のりこさまは、機会を捉えては久仁ひとさまの有能さをアピールしようとしており、日本国内でもそうしたのりこさまの企みは批判を受けていました。秋篠宮ご夫妻は、海外からも批判を集めているのかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんはどう感じられましたかぜひ、コメントをよろしくお願いします。